今どこにいるのだろう。そんな立ち位置など大して興味はない。ついになるとへたち、頼りなど初めから持ち合わせていない。穏やかさなどはきっと味わうことはない。ああそして重みを伏せても交わることはできる。愛すべき常に昔僕の